カール・アウグスト・ウィット・フォーゲルは、ドイツで生まれ、アメリカに帰化した、社会学者、歴史学者。ドイツ語では、ウィット・フォーゲルとも表記される。フランクフルト学派の一員であったほか、東洋史、とりわけ、中国研究において活躍し、中心、周辺、亜周辺といった文明における、見重構造の概念を提示した。ニーダーザク先週、ボルタースドルフで生まれた。 フランクフルト大学で学ぶ。早くから社会主義運動に加わり、ドイツ独立社会民主党員を経て、ドイツ共産党員となった。1933年にナチスが政権を掌握すると一時投獄されるが、その後アメリカに亡命してアメリカ国籍を獲得した。この頃、中国にも訪れている。第二次世界大戦後はパトリック・マッカランの委員会に加わるなど反共主義に、 現行し、ワシントン大学などで中国史を教えた。青年期より中国に関心を抱き、中国の社会経済について研究を進め、官僚制の起源とされる四大文明が河川の流域に位置し、水利事業と大規模灌漑農業に基づいた共通点から水力社会と名付けた。また、周辺民族が中国に同化されるという従来までの理解を改め、 金、元、清を、征服王朝という概念を通じて考えた。さらになぜ西洋や日本のようなウィット・フォーゲルが、文明の、ア周辺と呼ぶ最も資本主義が発達した地域から、離れた北アジア、中央アジアを抱えるソ連やモンゴル、人民共和国から、社会主義革命が起き、ア周辺の大局にある、中華人民共和国、エジプト、イラク、インド、 パキスタンのようなかつて四大文明の栄えた地域が社会主義国家となった問題に対しアジア的生産様式の概念を利用してアジア的先生政治として説明した。ウィット・フォーゲルのこの仮説はその理論通りにヨシフ・スターリンや毛沢東が自然改造計画や大躍進政策などで運河とダムの建設や考え農業の集団化に邁進していた当時では反響が大きく 同じく中国を研究するジョゼフ・ニーダムからも激しい反論も招いている。ありがとうございます。